するしない？鈴木太郎に100の質問やってやるよ。パッパって感じで、パッパって感じで太郎さんに質問に答えていきます。答えていただきたいと思います。次、53番好きなブランドってありますか？いや、こだわりあります？ブランド、こだわりないです。何もない。はい、何もないし、別に何でもいいんですけど、でもなんかたまにブランド買ったりしますね。何買いました、ここ最近で、ブランドのもの？いや、何買ったかな、別にそんな大したもの買ってないですけど、なんかあんまりどうでもいいの着てる、別に着てるなって思われなければいいなと思って何ですか、どういうことですか？あの、どうでもいいの、なんか変なの着てるなって思われなければいい。ああ、はいはい、周りから、うん、から別に何でもいいんですけど、ブランド着とけばなんか変なこと言われないかなみたいな感覚で着ることはありますね。だから特にこれがいいみたいなのはないんですよね。次いきます。54番、電車、バス、車、徒歩、どれが一番好きですか？電車、バス、車と車。車運転ですか？いや、車は持てないんですよ。免許持ってない。免許は持ってます。あ、免許は持ってる。助手席が好き？いや、あの、後ろ田舎にいた時は結構車運転してたんですけど、はい、あ、そうなんですね。都内だと車、まあね、維持するの大変なんで、そんなにね、はい、乗るようなあれよりも電車の方がいいですもんね。そうですね、うん、でも車が一番好きなんですね。次いきます。55番、乗り物酔いはしますか？いや、あんましないですね、最近。子供の頃はめっちゃ酔いましたけど。かわいい。56番、イヤホン使ったりします？いや、気持ち悪いんです。耳が痛くなるっていうか、なんかもどもどしよう感じ、はい、じゃあイヤホン使わない。はい、ほん。次いきます。57番、こだわっているものってありますか？これには自分お金かけてるよ、ね、ないんですか？あんまりこだわりなく生きてる感じ。コーヒーとか、ほら、あ、コーヒーをこだわりますよ。なんだよ。あったわ、すぐそこに。缶コーヒーは飲まないです。あ、飲まないんだ。飲むってなったら何ですか？カフェか、その何、コンビニとかの、まあ、最近はコンビニですね。こういうあの引き、その場で引けるやつですよね、豆をね。ドトールが好きでしたね。ドトール美味しいですよね、ドトールね。で、あの、缶コーヒーもたまに飲むときは、はい、とあるシリーズは絶対飲まないです。逆に、とあるシリーズ飲みますって言ってくれればね、これだけは飲まないって方があるんですね。なんか鉄の味、鉄の味。やだ、やめてよ。ないですけど、みたいな。血みたいじゃないですか。その58番、こだわるものについて詳しく語ってくださいが、同時に今こだわりましたね。やっぱり引いたやつの、その場での、いや、もうこれもう革命ですよね。コンビニでコーヒーが飲めるようになったら、ね、はい、最近ね、どこもかしこもやってますもんね。これは最高で、コンビニは、はい、あの、一箇所で飽きるんで、いろんなコンビニのコーヒーを、うん、どこが一番今好きですか？あの、最近はローソンのアイスコーヒーが好きですね。これはサイズは何ですか？これ S サイズ。あの、お砂糖とか入れたりするんですか？ガムシロップとか。はい、ガムシロは 1.5。ミルクは入れない。ミルク入れない。これがかなりのこだわりを持っているところ。ローソンも、はい、もう店員さんが入れてくれるところがいいですよね。最近ローソンでもおまりかーって自分で入れるとかあるんですけど、ちょっと味が違うような気がして。すごい違いの分かる男、はい、鈴木太郎です。でもずっと同じ飲んでると飽きるんですよ。だから、うん、そろそろちょっと最近ローソンもう一回飲んでるからセブンにしとこうかとか、ちょっとそのコンビニによっての違いも楽しんでるってことですね。楽しんでます。かなり上いい人してますね、はい、うん、じゃあ次いきます。59番、山好きですか？山のが海か山かって言ったら山のが好きですかね。あ、じゃあ60番、海好きですかよりは山派ってことですね。はい、まあ子供の頃海のが好きでしたけどね。なんか泳いでた。はい、いや、今はなんで山のが好きなんですか？なんか今はもう泳がないし、海のがベタベタする気がするんですよね。ね、潮風もね、そうそうそう、なんかパキパキするしね。山の方がなんかこう清らかな感じに入れる気がします。山派になりました。はい、はい、次、61番、寒いの好きですか？62番、暑いの好きですかっていうのが並んでます。まあ暑い寒いったら寒い方が得意？得意ですね。暑さ耐えられないタイプですか？いや、暑いのはだってこれ以上脱げないじゃない。ああ、そうか、着れますもんね。寒いのは着れるし。そっかそっか。単純なその物理的に。暑いと汗かくし。そんななんか汗だくなイメージないですけどね。暑いのは対策できない、うんうん。寒いのは対策できるから寒い方がいいなと。うん、それは63番、それぞれの理由を教えてくれました。
対策ができる冬の方が好き。次いきます。64番、スノボをやったことありますか？はい、あります。え、得意？いや、もともと結構スキーは得意だったんですよ。あ、そうなんだ。スキーは、まあ雪国じゃないんですけど、子供の頃は毎年行ってて、うん、まあまあ得意だったんですけど、で、大きくなってからスノボが流行りだして、スノボ行って、で、リフトの、あ、まあなんか、ね、僕車運転手で行ったんですよ。はい、で、夜中、ね、寝ないで行って、そのまま徹夜でスノボを滑ったら、リフト一回乗っただけで、もうヘトヘトになり、体中痛いわ、ヘトヘトになって、仮の運転手でもあったんで寝てましたけど、もうそんな嫌な経験しかなくて。ないですね。じゃあスノボ忘れましょう。65番、スケボーやったことあります？スケボーもあります。あ、そうなんだ。でも、あ、スケボーは全然です。あの、家の近くの、うん、アスファルトの駐車場でガーガーガーシャーシャーシャー。そうそう。次、雪合戦、鎌倉作り、スキー、すべてやったことありますか？雪合戦やったことあります？はい。鎌倉作ったことはあります。雪、出身どこでしたっけ？茨城県です。雪そんな降ります？いや、降らないです。なんで毎年冬に新潟、湯沢の方に行った。そういうことか。結構行ってたんで。なるほど。で、67番、雪国育ちではございません。はい、茨城県出身です。68番、カラオケで絶対何か歌わなきゃとなったら歌うお箱。いや、ないんですよ。最悪も太郎さん歌ってくださいよ、なんか入れてくださいよって。一回でいいから。はい、何入れますか？何入れるんだろうね。無難に、何でもみんな曲ジャンル知ってる。まあ大体ビーズかサザンで。ビーズだったら何ですか？何の歌？ウルトラソウル。ウルトラソウル歌えない。もっと古い。あ、もっと古い。サザンだったらどこら辺ですか？え、愛しのエリーちゃんとか。いや、もうちょっとかな。なんかもうちょっと、どっちですか？もうちょっと新しい方。新しい方。じゃあめちゃくちゃ、なんかそれぐらい感じだったから、そんな昔な感じしないですけどね。ここら辺を入れる。まあだからなんかメジャーそうなの適当に入れるか。あとは逃げるときはメドレーとか入れて、年代メドレーとかで。あと楽しいですよね、あれね。で回しちゃう。みんなみんなね、すごい逃げ技知ってる。いいですね。次いきます。69番、好きなテレビ番組は？テレビ見ます？テレビないんですよ、うち。やばくないですか？見ないんだ、テレビ。テレビ見ないから、買ってない。見ないんだ。じゃあ次の質問、70番、好きなタレントも特に、ね、芸能人興味ないってことはいないんだ。今もいない。でも、麻雀通して仲良くなったり一緒に打つようになる人とかいますよね。だからそれで覚えるくらいですね。はいはいはい。だから、はい、アイドルとかも全然知らなくて、うん、そのアイドルに麻雀を教える。そうだよ、アイドルと麻雀やってるじゃないですか、番組。待って、じゃあそれ内緒だけど、うん、一生懸命調べるんですよ、初めての人。え、でも大事ですよ、それは。やった方がいい。え、じゃあ最近、じゃあ次の質問は71番、最近会って可愛いなと思ったアイドル、一緒にお仕事したでもいいですし。最近麻雀やる、あのグラビアの子だって、まあね、歌、はいはいはい、歌手系だっていっぱい増えてますからね。いい、可愛いなと思ったの言います。71番。いや、やっぱ可愛い子多いですよね。例えばなかなか出てこないな。いや、みんな可愛いですよ。いいまとめ方。次いきます。72番、苦手なことって何ですか？苦手なこと、うん、いや、苦手なことはありすぎて、これ得意か苦手かって聞かれたら答えられるけど。結構あるんですか？いや、ありすぎるような気がします。麻雀が得意で苦手なことって言われた時に真っ先に思い浮かぶの何ですか？麻雀関係で以外でも。意外、麻雀以外の苦手なことありすぎるじゃないですか。麻雀で、麻雀で苦手なことは、でも料理もある程度できるでしょ？はい。で、まあ、いや、料理もできないですよ、あの決まったやつしか。いや、でもそれがやらない人だっていっぱいいますから。やるだけね、わざわざ調理するわけで、まあ、テレビ家にないですけど。あったこともありました。あったこともあったんですか？何年前までテレビあったんですか？いや、だから彼女がいなくなったと同時にテレビもなくなったわけです。どういうシステムだ。持ってかれちゃったってこと？
持って帰っちゃったの？持って帰ったっていうか、まあ別に俺見ないから持ってていいよみたいな、はい、何があったのかそっちが気になってきました。はい、じゃあ次、次ですね、73番かな。今勉強していることってありますか？麻雀以外やります？ないですね。ない。麻雀プロじゃなかったら何の仕事をしたかったかあります？もう子供の頃はプロ野球選手になりたかったですよね。おお。今は、今の目線ではありますよ。今の目線では、うん、プログラマーとか。あ、かっこいいですね、はい、それもね。エンジニア系になりたかったかなみたいな。全然逆ですね、プロ野球とね。まあそう、あの中学時代に野球部に仮入部しようと思ってたのに、もう少年野球やってたんで、うん、のに、その監督の授業、技術の先生が監督、はい、野球部の監督だったんですけど、技術の 1年目に先生が参加したんですよ、僕ね。それで顧問のそれで野球部に入んなくなっちゃった。あ、それがもし違えば野球少年になってたかもしれない。もっと中学行ったら絶対に野球やるって決めてたのに。あ、じゃあ高校野球とかもあったかもしれない、ね、可能性ありましたね。その先生と仲悪くなっちゃったからダメだった。故にハンドボール部に入り、それでから球でジャンプしたまま投げるようになったんだ。そう繊細ないろいろあったんですよ、その時期にね。なんでそんなに喧嘩するような人じゃなかったわかんない、なんでですか、ね、はい、まあ、譲れないとか譲らない人だったんで、昔から。まあ今もそれは変わらずですもんね、はい、まあいいとこだある。そうですね、そう思いましょう。次75番、今1日オフになったら何がやりたいですか？いやもう今はもうこれまたしつこくなっちゃうけど、ひたすら読むってそんなに一回置いとけないぐらい他のことないですか？特に。いやだって本当に今今日昨日の、うんね、夜中も読んでたし。ごめんごめん動画撮り続けてごめんね。じゃあもう今すぐに76話、今すぐにやりたいこと、小説ですか？だって今いいとこなんで、いいとこなんで今すぐにやりたいこと、続きを読ませてくれってことですね。はい、早く終わらせましょう。次、今の77番、今の生活の充実度はどれくらいですか？ 1から100までいくか。まあ今は、やっぱりこの M リーグっていうものがね、はい、あのその選手としてそこをメインで生活できるっていうのがものすごく充実してますよね。ってことは数値化すると、はい、どこですか？いやもう100に限りなく近いじゃないですか。おお、はい、9割超え。いやもう理想とする生活っていうか、おお、こんな幸せでいいのかなみたいな。まあ何だけやってね、大好きな。なるほど、幸せですか、はい、よかった。78番、今後の目標を教えてください。今後の目標ですか？まあ、麻雀プレイヤーとして日本一の麻雀プロになりたいですね。っていう評価を得たい。でもそれは無理なんですよね。いやでもそんな無理とかないですよ。いや、あのね、もし本当に強くなってもそれをその評価を得ることが無理なんですよ、麻雀というゲームにおいて。まあね、なんで急にリアルな自分でいいこと言って、なんかちょっと素敵なワードだなとか。やっぱり好きな人を強く認めたいっていうゲームでもある、うん、分かんないでもいい人ね、うん、自分の応援してる選手が一番強いと思ったゲームなんで、はい、そのやっぱ一番大好きになられればなってもらえれば可能性あるかもしれないですね。うん、まあでもそれを認めさせるぐらいのね結果を。だから、あ、一個あるんですよ、はい、麻雀のなんか AI、うん、作りたい。今なんかそういう技術のニュースも出てますけどね、麻雀の AI って。でもね、麻雀 AI は多分優秀な AI って、でも完璧な AI って多分できないと思うんですけど。それね、難しいですよね。めっちゃ優秀な AI をなんか10個とか作って、そのエラーレート的な、なんかその AI とどんぐらいずれてるかみたいなのを検証したいんだ。そう、平均的に見て面白い、この人の数値はすごいみたいなのとか、いろんな目標の中の一つにあるんですか？そういう世界になったら、やっぱり僕は麻雀をちゃんと強さをはっきりさせたいタイプで。数値化したいんだ。そう、かなりね、匠でも数字のお話は出てましたもんね。優秀な
すごい、まあ、Google さんとかがね、全力でやってくれて、すごい AI やってくれたらね、 AI 太郎とかできて、 AI 名前が AI 高さんとか、でもそういうめっちゃ強い AI 太郎 AI を何個も作って、うん、その AI とそのプレイヤーの選択がどのぐらいずれてるかみたいなのが一つのシーンになり、この人のエラーレートは1位みたいなね、うん、めちゃめちゃ強いじゃんこの人みたいな世界になったらいいなみたいな。それはでも楽しい未来ですね、はい、現実にでもなるかもしれない今後。